新生活かつを入れるですね、企画の続編でございます。いや、この続編もですね、またいろんなものをね、いろんな質問いただきまして、本当ありがとうございます。ってなっちゃった。嘘つきな人やお金に汚い人、そんな人との付き合い方、かっこ旦那側の妹夫婦、私は縁を切りたいが、夫が、ということですけれども、わかんない。夫も夫だもんだって。でもさ、もうちょっと本当に厳しいこと言っていい？その夫を選んだのはあなたですからね。なので夫を説得するしかない。なので夫を説得してご縁を切られるっていうのが普通の流れじゃないです。嘘つきとお金に汚い人って、そんな人との付き合い方なんてないもん。あの、相手を変えるほど本当にそんな動力はないし、他人だから、結局ね、旦那側の妹夫婦なんて旦那も他人だから。結局夫は変える余地はありますよ。夫婦なんだもんだって。変えてあげてよ。そうよ、夫婦なんだから。結婚したんでしょ。ねえ、嘘つきな人とかお金に汚い人との付き合い方なんて考えない方がいいよ。もう自分がすり減っちゃうだけだよ。実力以上の仕事を依頼された時、どういう風に捉えますか？現場は失敗したくないです。素晴らしい。実力以上の仕事を依頼された時というのがありますけれども、実力以上の仕事を依頼されたということはですね、信頼されてるということでございます。そして実力以上って自分が思ってるだけでも試されてますよね。試されてるっていうことは、あなたに能力があるって見込まれてるっていうことです。これは素晴らしいことですよ。これがチャンスということですので、まあ、どういうふうに捉えますかっていうところで、私はチャンスって思います。もちろん緊張もしますしね、もしかしたら寝れないかもしれない、ドキドキしますよね。私だって未だにありますよ。常にチャレンジなので、もちろんね、初めてのこと、新しいこと、できるか分かんないことにももちろんトライをしていく。で、現場は失敗したくないっていう方ありますよね。失敗したくないっていうふうにもちろん思うのは当たり前なんですけれども、失敗するっていう連想を絶対しないこと、成功例だけを考えていく、うまくいくことしか考えないんですね。そうするとうまくしかいかないんですよ。なので、ちょっとでも失敗するかもって思うことがそっちに引っ張られちゃいますので、絶対にうまくいくっていうふうに思い込むがとても大切。私は常にそういうふうに考えてます。なので、例えば初めてのことだったりとか、これちょっとできるかなとかさ、ちょっと思うようなことも結構多々あるんですね。で、そういったことも常にトライをしていく瞬間っていうのは、あ、できるできるっていうことと、あ、できたみたいな、もうできた前提で、挑むようにしてます。そうすると全部クリアできていくんですよ。私の人生は途中からそういう感じの人生になりました。まあ、途中からというのはね、それまではもう本当に超ネガティブで、投げ出しそうになってね、ああ自分なんか絶対できないって思いながらトライをしていた。そしたらやっぱり本領発揮、本当に 100% 出せなかったりとかね、やっぱりなんとなく中途半端で終わっちゃったりっていうのも結構ありましたよ。けれども、考え方というところでは、そういった意味で本当にチャンスっていうことに捉えるということと、現場でね、失敗したくないんであれば、失敗したくないではなく、もううまくいったってもう思い込みながら挑むのがとっても大切だと思います。素晴らしい。こんな実力以上の仕事を依頼されたなんて、もうこれすごいことですよ。ちょっとにやけちゃった。一回り年上の方を好きになり、初デートにメイク、お洋服に悩み中ですということですけれども、かわいいピューって感じですけれども、一回り年上の方をね、好きになったのね。で、初デートに行けるんだ。で、その時のメイクとお洋服に悩み中ということですけれども、これはですね、リサーチがとても大切なんですね。そうというのはですね、まあ一回りのも上ですから、ちょっと外したぐらいでは、まあ包容力もありでしょうしね。で、一回り上じゃちょっとでもわかんないな。たったの12個しか上じゃないからさ、12個上なんて全然別に年上って感じでもないかもしれないのね。なので、
一回り上のね、あの年上の方がどういう人が好みなのかを絶対リサーチするのが大切。これ上も下も関係ないです。12個上だろうが12個下だろうが私全然関係ないですね。これはもうリサーチが必要になりますので、まあ、どういう方が好みなのかということをリサーチしつつ、そのリサーチからファッションだったりとかメイクを変えていくっていうのが一番いいと思います。でも基本は、でもね、基本ないんですよ。やっぱりその人軸なので、デートする相手方の好みとデートする場所、そこに合った相性っていうのがありますので、そこら辺考慮したメイクアップとかとお洋服がね、いいと思います。控えめがいいなんて私は言いません。というのはですね、控えめが嫌いな人もいますから、そのね、好きな方がもしかしたら攻めた感じの方が好きだったら攻めた感じに行かなきゃいけないんですよ。そこら辺やっぱりリサーチかしらね。本人に聞けないんだったら回り込んでね、あの周りからどういう人が好みなんですかみたいなのを聞いてみたりとか、まあ、今の時代だったらもしかしたら SNS やってるかもしれませんので、まあ、SNS をチェックしてみたりとか。でも会ったことあるんだよね。私は直接聞きますもん、絶対。直接っていうか何が好きですかじゃなく雰囲気で察しますね。ああこういう感じが好きなんだみたいな、ふーんみたいな、オッケーっつって、そうよってそうよ、そんな感じでリサーチしております。これ難しいけどな。すごい可愛らしい質問があるんですよ。今すごい悩んじゃった。小5女子です。小学5年生の女の子ね。両思いになる方法ありますか、ハートって来ますけれども、来てますけれども、今すっごい考えちゃったなんですけれども、小学校5年生でね、両思いというのはですね、なかなか難しいっていうところがあります。というのはですね、小学生というのはもう本能丸出しなんですよ。計算じゃなくて全てが本能といってね、自分の気持ち、素直な気持ち、素直な思った感情だけで動いちゃう世代なんですね。なので、なんだろう、あの視覚効果っていうのが一番なんですよ、小学校5年生ってね。だからどうしてもなんですけれども、可愛い子が選ばれちゃう。そうなの。これは本当に残酷ではあるんですけれども、一番は可愛い子です。可愛い子なんだけれども、でも可愛くなる方法っていうのがあるんですよ。そうなの。というのはですね、小学校5年生なのでね、毎日はちょっとやってほしくないんですけれども、ピンクのチークをつけてほしいの。青みピンクのチークをここにね、ふわっとつけるの。それだけでちょっと可愛く見えるの。あとはリップクリームちょっとつけて、ちょっとだけチュルッと、ちょっとだけ濡らしておくのよ、ここ。あとね、できたら髪型なんですけれども、できたら前髪があるといいかな。前髪があるとね、可愛く見えるんですよ。そう、なので、髪はね、ショートかもしれないし、ミディアム、ロングかもね、どの髪型かわからないんですけれども、できたらちょっと前髪を作ってみる。スケバングって、ちょっとほら、スケたね、ちょっとアイドルさんみたいな、アイドルの子は作る前髪ね。まあそのテクニックとしては、ちょっと可愛く見せるがすごく重要。で、クラスでね、すごく一人ね、多分可愛い子いると思うんですよ。で、もともとね、可愛く生まれたから可愛いんだと思うんですよ、その子。でもその子に勝つためには、可愛く見せる、とても大切です。小学校にさ、飼育小屋ある？飼育小屋にさ、鳥いる？クジャクとか。クジャク、見てごらんなさい。オスとメスいるでしょ。オスがさ、シャーって羽を広げてさ、求愛活動しますでしょ。メスに向かってシャーって羽広げますでしょ。あれというのはですね、綺麗に見せてるんですよ。自分はこれだけ美しい羽を持ってるんだよってメスにね、アピールしてるんですね。そのクジャクのね、羽のようにね、ちょっとだけ装えますので、その感じがいいんじゃないかしら。小学校5年生の子はね、まずはそれなんですよね、ちょっと頑張ってみて。ちょっとお母さんからピンクのチーク借りてね、ちょっとちょってやってみてちょうだい。一番考えちゃった。職場でかなり腹が立つことがあった時、どのように気持ちをコントロールして平常心に戻りますかということですけれども、これはですね、本当に効果的なのは絶対呼吸です。イラッとしたこととか、もう本当に腹が立つ時って結構息がね、止まってることあると思うんですよ。いやってなった時に、その時に呼吸を深く、本当にこう深くね、
スーッと本当にちょっと抜ける感じがあると思いますので、ちょっと腹が立った時には深呼吸を忘れずにっていうことと、腹が立つ相手に向かってちょっと口開けるんですよ。口開けてベロを上につけて、このね、息の糸って相手に向かって、これね、裏技なんですよ。ちょっと黒魔術じゃないわよ。相手に向かって、って、糸を出すのね。息の糸。それでずーっと、そのムカつく腹立つ人を、息の糸で巻きつけるの。イメージよ。イメージで、くるくるくるって巻きつけ、キュッって、詰めるの。ほんと効くから。腹立つことしてこなくなるよ。私ね、これよく使ってるんですよ。今まで使う相手が正直いないですね。昔はよく使わせていただいておりました。これはですね、とある方から教えていただいた術なんですよ。そう。これね、効くよ。効くというより自分がそれをやってるっていうことでなんかね、解消されるの。でも実際にその人にその糸の糸が巻きつけられてるんだよね。その人はおそらくあなたに多分腹立つことはもうしてこれないと思う。っていうのを仕掛けるのが大切よ。わかる？ベロを上につけて、ちょっとだけ口を軽く開けて、巻きつけたら終わり。絶対ほぐさない。一生巻きつけっぱなし。そうよ。これ好きからやってみて。小田切さん怖い。新生活なんだけど、新生活感がないですっていうことですけれども、おそらく目標がないんじゃないでしょうか。目標をね、作っていただくといいと思いますよ。今年の目標みたいな感じで作っていただくと、おそらく新生活やるべきことっていうのが見つかってくると思いますので、やるべきことがあれば、おそらく新生活感出るんじゃないでしょうか。季節の変わり目に体調を崩しがちです。寒暖差が激しい時期に気をつけていることはありますか？ということですけれども、これとってもいい質問ね。皆様もね、季節の変わり目はね、やはり体調崩しやすいですよね。体調崩しやすいということは、やっぱり気候、湿度、そして気温ですね。いろんなことが変化起きますので、人間というよりもやっぱりこう動物ですから、やっぱりこのね、気候とともにやっぱりこうホルモンバランスも変動しますので、そのタイミングでやっぱり気をつけた方がいいのは、やっぱりこの睡眠ですね。自律神経のバランスっていうのが崩れやすい時期ですので、そういった時にはやっぱりこう睡眠で整えるっていうことが重要ですから、絶対に夜更かししない。ちょっと今日夜更かしはしてるんですけれども、基本はもう本当に夜更かししないで生活習慣を本当正すっていうことが一番、この季節の変わり目にね、体調崩しやすいタイミングにはとても大切かなと思いますよ。あと暴飲暴食もするのも絶対の事ですので、食生活もちゃんと正す、これがとっても重要です。これはもう本当に季節の変わり目関係なくなんですけれども、季節の変わり目だからこそ、本当に湯船にね、使って体を温めるということ。巡りは絶対ちゃんとしておくということと、睡眠不足はちゃんと解消するということ。これが大切ですね。最近約6年交際した彼氏に振られました。お互いの自立のためだそうです。強い女性になりたいですということですけれども、いや、これはですね、いろんな意図が見えますよね。ちょっとね、詳しくちょっと聞いてないんでわからないんですけれども、まあ6年交際した彼氏に振られたということで、振られた理由ね、理由がお互いの自立のためだそうですって、もしそれだけだったならば、それはもう申し訳ないんですけれども、言い訳だと思いますよ。口実です。都合のいいこと言われちゃったんじゃない？でも所詮そこまでの男だったってことですよ。なので、強い女になりたいっていうことは、強くなるためにはどうすればいいかというのは、次の恋、次の人を見つけるということです。それしかないんですよ。なので、まあ6年間もね、共にね、交際されて突然振られたんでしょう。その理由が自立のため？何言っちゃってんじゃん。それがご自身のね、彼氏さんだけの自立のためだったらいい。どちらかだけの自立のためだったら、そこにね、何かの不一致があったっていう感じでね、ちょっと汲み取れるものが他にあるんですけれども、お互いの自立のため、なんか都合よくないっていう気がしてる。
ちょっとそれ以上言えない。ちょっとこれだけの、ちょっと質問なので。強い女性になるためにはもう次の、ね、交際に行くしかないんじゃないでしょうか。次の、っていうのは、何が強いか弱いかなんですけど、このね、お別れに対していつまでも引きずってる時点で弱い人です。なので、さっさと断ち切った人から強くなります。で、何年も何年もね、恋を引きずってる人っていうのは基本的に弱い人です。なので、ちゃっちゃとね、ちゃっちゃとが難しいんですよ。でも強い心を持っていて、もう次に行こうっていうね、気持ちがあれば、それはイコール強いにっていう感じになるんじゃないでしょうか。私はそういう風に見てしまいますよ。いつまでも何年も引きずってるって話聞くと、ああ弱いなーって。なんかね、それってね、弱さ強さじゃないって思うんですけれども、私は弱さだと思っていて、さっさと次に行かない？なんか逆に、なんかそれに酔ってる自分もいるんじゃないって思っちゃうんですよね。でもそんなこと言ったらね、そうやってほら引きずってる方に方にしたらそうじゃないって思われてしまうと思うんですけれども、第三者から見るとそういう風に見えちゃうんですよ。ねえ。私今一言に言ってますけれども、私自身もめちゃくちゃ引きずりましたよ。そりゃそうやんなった。もう超あなた一人目とけちょっとすごい大恋愛だったのよ。もう本当にもう何年引きずったかわかんないですよ。もう本当にもう吐くまでもう本当忘れられなくてね、何年も引きずりましたけど、まあ、私は本当に大人になりましたので、大人になったから言えるのが、もう強くなるんだったら次に行くしかないということでございます。本当にそれ引きずる人は弱さ、ごめんなさい、弱いっていうのはちょっと語弊がありました。経験不足です。経験値が浅いから引きずるんですよ。ずっとわかんないよ、恋愛の種類による。もう叶わない恋はあると思いますか？私には今叶えたい恋がありますということですけれども、叶わない恋あります？そうよ、基本叶わないです。そうなの。なので自分が理想とする恋ってありますよね。憧れだったりとか、それって憧れなんですよ。叶えられないの、だから憧れなんです。なので叶える恋というのは叶えられそうな可能性のところを狙っていくんですよ。それは叶えられますよ。憧れの恋というのは叶えられないのよ。でもだからジョリーに、そう、夢があるということです。そういうことですね。今叶えたい恋があるということですけれども、その叶えたい恋というのはもちろんね、気持ちはわかるけれども、その叶えたい恋の行く先というのはですね、その恋に対しては叶えられる可能性がある恋なのかい、それとも憧れの恋なのかい、それによって答えが変わるということです。叶わぬ恋に恋をしてしまってるのは結構苦しいわよね。私はもう叶えられる可能性のある恋を狙って叶えてきてるので、そこら辺だから常に恋はしてますね。常に何かしらに恋、誰かしらに恋をしてるので、叶わない恋ね、叶わない恋ね。でも叶わないからいいんじゃない？全部叶えられちゃったら嫌じゃない？恋って叶わないから儚かったりするのよ。夢があるの、ジョリーミー。そうよ。彼氏がほぼ毎回男友達の話をしてきます。前にも聞いた話も多く、正直どうでもよいなと思いますということですけれども、あなたとの共通する共感する会話がないんじゃない？だからもしかしたらね、彼は男友達の話をね、おそらくあなたに関係ないね、この方に関係ない男友達の話ばかりをしてきちゃうんだと思いますよ。なのでもっと共通するね、共感する、何かこう共同で何かやるような、何かをした方がいいと思いますよ。共感できることをもっとコミュニケーションを取っていった方がいいと思いますよ。多分それがないから友達の話ばっかりしちゃうんじゃない？まあこの彼氏っていうその関係性がね、どういう関係性で付き合ってるかなんですけれども、ただ付き合ってる感じだとね、こういう風になるんですよ。自分の今楽しいことを全部喋ってくるんですよ。でもそうじゃなく、ここの恋愛というか恋愛の形なんですけれども、
一緒に何かを成し遂げてたりとか、一緒に何かをやってったりとか、一緒に何かをやってると、そこが恋愛の中心になるんですよ。なので、会話はいつもそこで盛り上がるんですね。けれども、その恋愛とは違う他の男友達の話ばっかりをしてきてしまうということは、この恋愛のとこにこの彼氏がもしかしたら全然興味を抱いてない可能性があります。なので、まあこれまたね、ちょっと言い切れないんですよ。言い切れないんですけれども、基本的に、ちょっと興味が薄れてる可能性あります。あ、いい質問ある。私は高校生で、この4月から部長になるのですが、不安でいっぱいです。なので励ましてほしいです。ということですけれども、素晴らしい部長さん。実はですね、私もですね、部長でございまして。そう。部長だった時にですね、私は、なんで私って言いました、先生に。なんで私が部長なんですかって言った時にですね、なんと1年生の時に、そのね、筋トレをしなきゃいけないんですよ。私ね、卓球部だったんですよ。そうよ、カッコカッコってやってやったんですけれども、とある区の個人戦、私ベスト8だったんですけど、卓球部のベスト8だったの、個人戦で。すごいね、初瞬発力、カッコカッコってやってたのよ。で、それでね、1年生の時に、私全然部長になるような球じゃないんですよ。ね、知らなかったんですけれども、1年生の時にですね、まあそれこそ稲中卓球部みたいなね、3人組がいたんですよ。その3人組がですね、いつも筋トレをですね、サボって走りもしないんですよ。私はそれがね、許せなくって、なんであんたたち走らないのよみたいな感じでいつも注意してたんですけれども、先生がですね、影からそれ見てたらしいんですよ。で、私はそれで姿勢と何かをね、まとめる力があると思われたんじゃない。で、2年生になってから私ですね、部長になったんですね。で、その部長になった時に、えってなったんですが、一気に責任感が芽生えたんですよ。もう何もない、何者でもない、ただの学生が部長だから、そこをまとめるトップですよね。トップになったことが初めてだったので、うわ、これはちょっとまとめなきゃなんていう気持ちから本当に成長しましたよ。ああ、もう意識がもう全く変わりました。なので、これはですね、成長するチャンスなので、本当にラッキーなので、この4月から部長になるので不安ですと思うんですけれども、もう成長するって思えることがね、本当に今後役に立つことがたくさんありますので、これね、思いっきり楽しんだ方がいいと思います。3月から初めて同棲を始めました。長続きの秘訣はありますか？ということですけれども、まあ長続きの秘訣ね、同棲なので、まあ基本的に一緒にいるじゃないですか。で、相手のことはあんまり干渉しない方がいいと思いますよ。まず一つは干渉しないこと。そしてもう一つは、自分の居場所を見つけるということ。見つけるというか作ること。それはお互いです。お互いの自分の居場所、自分だけの居場所っていうのを必ず作るというのが大切ですね。同性ってどうしてもね、一緒に、常に一緒にいますので、でも人間なのでやっぱり一人になりたい時ありますよね。そんな時に一人になれる場所っていうのをお互いに持つっていうのがとても大切になりますので、できたら部屋は別にした方がいいと思います。そして私の一個本当にアドバイスなんですけれども、これはですね、本当に今でもみんなに言う。みんなにっていうか、ほら、よくね、モデルさんだったりとか女優さんとかお話ししてると、まあ、夫婦喧嘩だったりとかね、彼氏彼女と喧嘩なんてなった時に、いや、から何言ったでしょみたいな感じでよく言うのがですね、絶対にベッドは離す。私は絶対同棲しても絶対寝室別なんですよ。で、寝室別にするんですけど、おそらく皆様は寝室は一緒で多分ベッドで寝ちゃうと思うんですよ。で、ベッドは一緒のベッドで寝る方いらっしゃるんですけれども、絶対やめた方がいいと思います。もう私の中でも絶対なんですよ。私の中でのですけれども、もしね、嫌と思っても一緒に寝なきゃいけないんですよ。だったならば、寝室分けられなかったら寝室は一緒で OK。けれどベッドは離せるやつをくっつけて一個のベッドにした方がいい。離せるようにね、絶対なの。これもう、もうね、これもうな、今までいろんな方たち話したんだけど、もう絶対よこれ。なので、それは仲のいいうちからちゃんと話しておく。これがとても大切です。ちょっと険悪なムードになったりとか、喧嘩してからそれをやったら、もうそれ逆に、それもむしろアウト。なので、もうくっついちゃってるんだったら、もうそれは永遠に一緒にくっつくしかない。もうくっついて一緒に寝るしかない。我慢ですよ、我慢大会。もうきついよ、一緒我慢してベッドインなんて、もうありえないもん絶対。
なので私のアドバイスはそれが一番かな。寝室はできたら別、できなかったらベッドは同じ部屋でも話せるように、話せるようなベッドを一緒にくっつける。これがとってもとっても重要でございます。もう絶対よこれも。初対面の方のどこを見ますかということですけれども、全部全部見ます。まず全部です、本当に。もうもちろんね、顔ですよね。顔、肌、眉、目、鼻、口、表情、髪、動き、ファッション、全部見ます。座り方、歩き方、出ていくのも入っていくのも全部見ます。あ、初対面か、面接じゃなかったね。面接じゃなかった。初対面の方はどこ見るか、パーって見ますよね。初対面の方、まあでも基本目じゃないですか。初対面の方どこ見ますか。目じゃない、目以外あります。逆に初めましてとか言って、こんにちはとか言って言うとき目じゃない。目です。これぞ私の使命と思える仕事をしたいと願う就活生です。そんな職と出会うコツを教えてくださいということですけれども、そんな職には出会えませんというのはですね、そう使命と思える仕事にするんです。そう、仕事とはそういうものなんですね。なのでもちろんね、仕事というのはね、向き不向きもありますし、まあ、好き嫌いもありますよね。で、初めはですね、この私の使命と思える仕事ということをですね、思えるのに出会うのは無理なんですよ。自分に相性の良さそうな仕事ってありますよね。なんか入り口はね、こういう仕事をやってみようってあると思うんですけれども、なんかいいって思ったら、それをちゃんと突き詰めるということ。そこで私の使命と思えるほどに、ちゃんと体制するまでやる。そうすると、ちゃんとその仕事が自分の使命と思える仕事になりますので。これぞ私の使命と思える仕事っていうことに、初めから思ってついたっていう方は、まあ中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、ほとんどいないと思いますよ。入り口はなんとなく興味があってとか、なんとなく好きでだったりとか、なんとなく出会ってっていう感じで始めたものから、それがどん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 使命感が出てきてね、あ、これぞ私のやる仕事だっていう風になっていく方がほとんどだと思いますので、そういう感じで、就活していただけるといいかなと思います。男性上司が結婚出産しないよ、出産はもうタイムリミットかと職員の前で言われる、腹立つ、返答に困るということですけれども、あら、これはね、大変よ。これは若干ですね、ちょっとセクハラっていうんですか、これパワハラっていうんですか、私そういうのちょっとよくわからないんですけれども、まず言われる前に録音して、そう、これをですね、まず言ってきた時点でアウトなんですね。今の時代、男性の上司が女性に向かってね、結婚出産しなよって言った時点でまずアウト。そして出産はもうタイムリミットかと職員の前で言われる、これもアウト。なのでこのアウトっていうことをですね、ちょっと法的処置をする際には録音しといてください。なので、これはもう絶対に対処すべき。返答しなくていいですよ、返答に困るって言ってますから、はぁーっつって、はぁーって言っておけばいいんですよね。ヒロさんと同世代、ぼんやりと将来が不安になるのですが、ヒロさんはどうですかということですけれども、まあね、ぼんやりとね、まあ将来不安ね、もちろんね、不安と思えば不安なんですけれども、将来のことわからないので、不安って思わないようにしております。不安って思うと不安なんですけれども、不安と思わないようにすれば不安ではないということで、どうなるかわかんないことに対しては考えない、これがとっても大切ですので、私かなり現実主義なので、基本目に見えるものしか考えないということと、周りの意見に左右されない、左右されるたまに、そうよなんですけれども、基本的にはですね、もう分かりますよ、同世代ですので、将来の不安ね。でも不安って思ってたらずっと不安に引っ張られちゃうだけだから、思わないようにして、前向きにね、目標を立てていった方がいいと思いますよ。ただ生きてるだけって、ただ老けていくだけで、ただ落ちていくだけなんで、
あの絶対に1年ごとの目標、目標っていうのは何でもいい、仕事でもいいですし、あの夫婦関係でもいいですし、結婚でも恋愛でもいいですし、あの友人関係でもいいですし、何かしら、目的を持って、目標っていうか目的かな、もう40超えると目的と目標両方か、それを持ってあのちゃんと生きていくっていうことがとても大切。それがないと不安ですよ。むしろそれがない方が不安かも。それがないことに不安を持った方がいいと思う。それが将来に不安じゃない。目標と目的をちゃんと持ってあの生きていくっていうことがとても大切よ。まあ、そんなこんなで、今回もですね、たくさんの質問、答えさせていただきましたけれども、私の若干のオブラート包ませていただいたカツ、いかがでしたでしょうか。じゃあ今日の動画が良かったらいいねをしてちょうだいな。そしてコメントお待ちしております。新生活の、お役立てなりましたでしょうか。コメントちょうだい。バイバーイ。